こんにちは、木下ゆうかのゆるちゃんです。今日はじゃん、セブンイレブンで買ってきましたタピオカみたいな大福。ちょっとね、セブンのやつはね、こう裏にもね、商品名されてるんですよ。なんて YouTuber に優しい、まあアホな YouTuber にね、特に優しいですね。こう商品名覚えられないですからね。これね、生地がタピオカ生地なんやって。タピオカ生地やとやっぱりもちもちもちするのかな。すごい、こんなところにもタピオカブームがあるって感じですね。あ、こんな感じ？なんかもっとあんこみたいな素材かと思った。うわ、見て、こんな感じ。本当大きなタピオカって感じ。はい、無臭です。絶対私に匂い嗅ぐよね、食べ物。すげえ品。うわ、むっちゃプルプル、タピオカですね、これは。あー、ミルクティーのクリームが出てきた。食べよう。うん、美味しい。あ、そっか、タピオカミルクティーやからクリームはミルクティーなんだ。タピオカミルクティーがよくあるから。いや、美味しいですね。なんか期待していたより美味しい。なんかタピオカの生地はほんのり甘くって、なんかもちタピオカみたいな、もちもちツルツルしとって、中のクリームがすごいぎっしり詰まっとるんやけど、それがミルクティーの風味で美味しいです。ミルクティーの風味味で美味しいです。うん、すごいですね。世の中にはいろんなタピオカのさ、関連商品が出ているもんですね。中のミルクティーのクリームがさ、これホイップでなんか軽い感じですごい美味しかったです。ちょっとね、タピオカ好きな方でもミルクティー好きな方もちょっと食べてみてはいかがでしょうか。美味しいです。はい、じゃあ木下ゆうかのゆるちゃんでした。バイバーイ。